この動詞の認証判断、まあ正確に言うと動詞に対応する主語の判断というのは非常に複雑なものがあります。特にこの問題のようにですね、every one of the girls となっていて、でこの後ろこのなんとか he yesterday can play tennis こうなっている時ってね、あのとにかくまずは動詞がどこに入るのかっていうのを確認してください。そうするとまず間違いなくここに can play っていう動詞があるんですよ。 で、選択肢を見ると、ここにも動詞があるんですよ。was なのか、w h なのか、ふうわずなのか、ふうわなのかは、それは分かりませんが、でも、こうなっているときにですね、まず1番と2番の選択肢を選んだ時のおかしさっていうのを感じなければいけない。というのは、えー、was、w h がここに入ってしまったならば、当然ここで everyone of the girls、これが主語ですからね。これが主語で、 なおかつここに動詞が入って「here」「yesterday」でここで文章終わっちゃうんですよ。これわずかはなのかってのは考えないといけないけどね。でもそうなっちゃうと少なくともキャンプレイテニスが説明できなくなくるだから1番2番はそもそも文が成り立たないので却下なんです。となってきたら考えられる手としてはここに関係代名詞説が入ってると考えるしかないと。 で、一体どういう関係施設なのかというと、関係代名詞であるならば、先行詞というのは直近の名詞になります。つまり、今回であれば、ザ・ガールズなんですよ。で、なんとか、ヒア、イエスタデイ。まあ、いずれにせよ B 同士が入りますから、こうなるんです。こうなるんです。で、c a ンプ Play, Tennis。 という形で入るんですよね。でもっと言うとこの every one っていうのはこうなるんです。この every one を就職している前置詞プラス名詞って解釈になるんですよ。 ですから、あの、今回の場合であれば、実は、こういう全体の文構造が見えていたならば、これって、ザ・ガールズが主語となる関係代名詞の B 動詞ってどうするんでしたっけっていう問題に収まってしまうんですね。まあ、その結果、はい、ふうとしなければいけない。なんでって言われたら、いや、だって、先行詞はザ・ガールズだからね。ザ・ガールズですから、まあ、こういうふうに考えてあげればいいですよ、と。 そして、everyone of the girls who were here yesterday っていうのは、これはあくまで、この前置詞プラス名詞がごちゃごちゃ続いているだけで、本来の主語としては everyone だけでよかったんだという判断になります。で、まあ、改めて SV 構造を書くならば、こういう形になるんですね。はい。ですから、everyone of A だったらあそもそも認証判断は文全体の動詞の認証判断はエブリ o ワンになりますから単数扱いになりますよと。まあ、ただ今回の場合は「The girls を先行詞とする関係施設を埋めなさいよっていう問題だと考えることができますからこのような形になります。で、まあ、これをもう一度確認しておくと例えば似たような文章でね例えばこうなってくるとどうでしょうかっていうとこれは。 このフースティル・スモークスっていうのは、まあ、スモークスで3人称単数になっていますからこれはこっ,ちを指してるってるる考えるんです、ね、だからちょっと気をつけないといけないのはあの実は文脈によってあの関係代名施設ってどれを就職しているのかっていうのは、まあ、考えなければいけないのは間違いないんですよね。 まあだから複雑な文章になればなるほどまあ一律的にまあ今回であればここですねまあこれはあの結局なんでこの文章の場合フースティルスモークスになってるのかっていうとこれってあのそうしないと文として成り立たないんでね彼はあの今私の友達の中でいまだにタバコを吸っている唯一の人物だとしなかったらこれってえっと彼はタバコを吸っている私の友達の中での唯一の人物だったらえ何がってなるんですよ ほんとは慣れてきたら唯一の人だって言われた瞬間に何の唯一のやつなのかっていうのが説明されないといけないからああその説明がフー・スティル・スモークスで来てるんだなっていうふうに、まあ、いわゆる英語って絶対抽象から具体の流れがありますからここから「the only one」っていうのが何の説明なんだろうかっていうところで関係代名詞を扱うということになるんですけれどもあの、まあ、今回の場合はこちらの形。まあ、結局のところ everyone of the girls だから結局これって全員なんですよね。 まあこの辺りになってくると結局訳してみないと分かんないあの意味を取って初めてこの構造が一番あの意味としてなりあの理解できる形になるんだって判断せざるを得ないという部分はありますのでまあ非常に難しい問題ではあるんですけれどもあのしっかりと確認をしておいてください。